ゆりシーンのある懐かしのドラマをゆっくり解説。ドラマウォッチャーゆっくり霊夢です。ドキドキするドラマが見たい、ゆっくりマリサだぜ。今回はちょっとドキドキゆりシーンのあるドラマを紹介していくわ。ゆりとは女同士の愛という認識で OK か？合ってるわ。今や BL ドラマだって市民権を得ているのよ。ゆりだって大いにありだわ。ドラマでゆり？ゆりといえばアニメや漫画のイメージなんだが。こちら、有名なゆり界のカリスマ。美少女戦士セーラームーンに登場する、セーラーウラヌスとセーラーネプチューンね。誰もが納得の二人だわ。ここから全てが始まったと言っても過言ではないぜ。ウラヌスの決めセリフ、新たな時代に誘われての新たな時代とはこういうことかとドキドキ。それはわからないけどあながち間違いではないかもね。でもね、ドラマにもユリは存在するのよ。霊夢、今回は攻めてきたな。早速紹介してくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず1本目は R17。2001年4月12日から6月26日まで、テレビ朝日で放送されていたドラマ。原作は漫画家の桃地玲子先生の問題提起シリーズ。いろんな問題がありありなんだな。ドラマでは中谷美紀さん演じるスクールカウンセラーが、女子校を舞台に生徒たちの遠行や薬問題、心の闇に向き合っていくわ。心の闇、ゆり、危ない香りがプンプンするんだぜ。ゆりシーンがあるのはカート後、私は女の子を愛してしまいました。うわわ、タイトル、ガチすぎ。演じたのは大河で国民的女優になった宮崎葵さんと、ティーン誌でカリスマモデルになった上原あゆみさんよ。まさかのキャスティング。宮崎葵さん演じるゆかりは、に会っていて、上原あゆみさん演じる綾に助けられて友達になるのよ。でも、次第に綾のゆり的な気持ちに気づいたゆかりは距離を置くのね。綾から謝りたいと言われて綾の家に行くんだけど。これはお約束的な罠だ。ゆかりはジュースに睡眠薬を盛られて眠ってしまう。目が覚めたゆかりは手足を拘束されてピンチ、綾は一方的な思いを告げ、ゆかりにキスをする。ゆかりは手足を拘束されていて逃げることもできない。ゆかり、逃げて。で逃げられないんだったな。そのボケはスルーしていいかしら？でも最後、ゆかりは綾を受け入れるわ。なるほど、気になるドラマだな。この程度のゆりなら深夜あたり再放送してほしいぜ。再放送は絶望的ね。残念だぜ。このドラマの生徒役は今は有名になった人が大勢いて、宮崎葵さん、水川あさみさん、栗山千明さんとキャストが豪華なのよ。黒沢明監督の孫、黒沢優さん、三船敏郎さんの娘、三船美香さんもいて、黒沢 VS 三船対決って話題になったわ。おおすごいな。あの松重豊さんも、ヤバい教師として出演してるのよ。あの深夜の孤独の飯テロ帝王が？栗山千明さん演じる沙織のテニス部顧問役で、整体と称して沙織を触りまくりよ。うわぁ、見たくないような見たいような複雑だな。でも再放送は無理っぽいことがよくわかったぜ。次はラブコンプレックスを紹介するわ。2000年10月12日から12月21日まで、フジテレビで放送されていたドラマよ。顔面偏差値が高そうなドラマじゃないか。みんな一部上場企業の秘書課メンバー。唐沢俊明さん、反町隆史さんは専務から秘書課潜入の匿名を受けて移動してくるの。理由は消えた900万の経費の犯人探し。イケメン投入。でも木村吉野さん、小雪さん、亮さんをはじめ、美人秘書7人は全員が男嫌い。男嫌いだからユリに走ってしまうのか？男嫌いの理由はみんなそれぞれ違うわ。ユリはこの作品でドラマデビューした伊藤美咲さんが演じるリリよ。デビュー作にしていきなりのユリ役とは。リリがロックオンしてるのは西田直美さん演じるみやび。みやびはのんけで本当は男が好きなの。でもリリに見継がれていて、優柔不断だから、リリに誘われて断れなくなってしまうのよ。みやびには新しい世界が開けたかもしれないんだぜ。では次は、大奥、最強の女。2016年1月22日にフジテレビでスペシャル放送されたドラマ。沢尻エリカさん演じる将軍側室のお御の方が、渡辺真由さんが演じる女中のお島と禁断の愛に。ドロドロ渦巻く大奥でそんなことがあったのか。みんな上様のご寵愛を受けることに必死じゃないのか。お御の方は両親の無念を晴らすため大奥入り成功。その美貌を武器に上様の側室の座をゲット。でも若君を生まねばというプレッシャーがストレスに。そうか、側室がゴールではないんだな。ある日、お御代の方は冷めた目で大奥の争い事を見つめる女中のお島が気になってしまう。そして相引きをするうちにお島を愛してしまうわ。大奥の中でこれは禁断中の禁断なんだぜ。一緒にお風呂も入っちゃう。
おみよの方の辛い気持ちとその悲しみをおしまが癒してくれるのよ。でもね、実はおしまはスパイだったのよ。なんと。それを知ったおみよの方はおしまを刺してしまう。おしまは帰らぬ人になり、おみよの方は悲しみに暮れるわ。今や沢尻エリカさんはあちら側の住人、そして真由由は芸能界引退。そう考えると貴重な作品なんだぜ。では次は、ミストレス、女たちの秘密。2019年4月19日から6月21日まで、NHK で放送されたドラマ。イギリス BBC 放送の、ミストレス愛人たちの秘密の日本リメイク版よ。まさか4人ともユリなのか？ 4 人はマラソン大会で意気投合して親友になったの。ユリを演じるのはこの4人の中の大政彩さん。お相手は元 AKB48 の篠田麻里子さん。ジュリは恋愛経験豊富なジムのトレーナー。レイはユリデミナという婚約者と同性婚のためダイエットに励むスタイリスト。ということはレイはガチユリでジュリはノンケってことだな。ジュリも婚約中なんだけどレイのことが気になってしまう。ある日、ジュリはレイと婚約者のミナとのキスを目撃して、自分の正直な気持ちに気づくの。そしてジュリはレイに告白してユリモード突入。ユリモードって言っても天下の NHK だもんな。ほっぺにチューとかか？ NHK だってやるときはやるのよ。え？がっつり？SNS ではこれが本当の上からマリコと大絶賛。美しいシーンだと話題になったわ。私の知ってる NHK じゃないぞ。時代は変わったんだな。ところで二人はユリカップルになるのか？ジュリはレイと一夜を共にして幸せいっぱい。レイもジュリのことが好きだと言うんだけど、婚約者のミナを裏切ることはできないと告げる。結局、ジュリはレイと別れることになるわ。ジュリの今後に乞うご期待だ。じゃあ次行くわね。ドラマ紅を紹介するわ。なんだか昭和っぽいタイトルだな。でもね、これは平成の作品なのよ。紅は1998年4月13日から6月22日まで、日本テレビで夜10時に放送されていたドラマ。失楽園に続く第2弾大人のドラマ。引き続き、原作は渡辺淳一さん、主演は川島直美さん。失楽園はなかなか刺激的だったな。こっちもか？紅も浮気のお話で刺激的よ。露天風呂シーンはお約束。さらにこっちはユリシーンもあるんだから。大人のユリなんだな。冬子は病気で子宮を摘出することになる。それからは子宮をなくした自分は女なのかと悩むようになるの。そのせいで浮気中の恋人とも微妙な感じ。友達の朝子に相談すると優しく頬を撫でてくれる。え、もう始まっちゃってるのか？その日、朝子はキスをして微笑んで帰っていくわ。冬子は突然のことに訳がわからず放心状態。後日、冬子は相談を聞いてもらいたくて朝子の家へ行く。そしてワインを飲みながら冬子は悩みを語り出すの。やっぱり川島直美さんといえばワインだよな。冬子は朝子から私には何でも話してと言われ、お酒が入ったこともあって正直に悩みを打ち明けるの。子宮をなくしたら、男の人に抱かれても何も感じない体になっちゃった。私、もう女じゃない。そんなことってあるのか？というわけでここから朝子さんによる実証実験スタート。そんなこと関係ないのよといきなり押し倒す。そして冬子の大好きなワインを口移しでグビグビっと。冬子は身構えるけど分からせてあげるからと朝子さんの実験は止まらない。こうして実証実験成功。おお。心の問題なのよと朝子に言われ、冬子は心、とつぶやく。すべては朝子さんのおかげで彼氏とも元通り。タイトルの紅は紅のように燃え上げるという意味らしいわ。紅だー、ってやつだな。ここまで5作品紹介してきてついにラスト。やっぱりユリといえばこの人しかいないと思うわ。悪魔のキスの北原玲先生。出た、大御所、ラスボス感さえ漂うぜ。未だこのドラマを見れていないし、前回悪魔のキスのゆっくり解説が初見だが、この人のヤバさはわかるぜ。悪魔のキスのゆっくり解説が気になる人は、動画のリンクを概要欄に貼っておくからぜひ見てちょうだい。先生のガチユリぶりがわかるはずだぜ。悪魔のキスは1993年7月7日から9月22日まで、フジテレビで放送されていたドラマ。当時まだ無名だった時は高子さんがナイスなボディを披露したため、事務所が版権買取して今や封印作品に。再放送、DVD、動画配信と全ての道は断たれた。内容をざっくり話すと、20歳のミサオは絵本作家を夢見て静岡から上京したの。憧れの北原玲先生のアシスタントになるんだけど、先生はガッチガチのユリでミサオがターゲットに。玲先生は黒田福美さん、ミサオは奥山義恵さんよ。玲先生は今回紹介してきたユリ族の人たちとはなんか違う気がするんだぜ。
今まで紹介してきた人たちはみんな相手を好きなのよ。でもレイ先生はミサを好きな人として見てるより、獲物として見てるからその違いかしら？それそれ、ものすごくしっくりくる説明だぜ。先生は肉食系のメロウだからね。ミサオの先輩アシスタントともできてるのにだぜ。この人が嫉妬してミサオに嫌がらせするんだよな。住み込みの先輩アシスタント、ようこパイセンね。でもね、6年間一度も絵を描かせてもらってないのよ。ええー、恋人である前にアシスタントなんだよな。アシスタントとは名ばかりで家政婦兼先生の相手。でもパイセンも先生を愛してしまったからね。先生の才能は尊敬してるし夢も捨てきれてはいないはず。なんかようこパイセンに同情するぜ。レイ先生が絵本を出版してる会社の編集長によれば、先生は若い子が大好物で業界ではとても有名らしいわ。だから絵の才能なんかどうでもいいのよ、若ければね。じゃあ6年の間にミサオのような子が何人もいたのか？先生にはあり余るほどの戦闘力とライフがあるからね。先生もようこパイセンの目を盗んでミサオに接近。ミサオちゃん、あなた可愛いわっておさわりじゃ我慢できなくなってファーストキスを奪っちゃう。この横顔からでも先生の嬉しそうな顔がわかって怖い。先生もミサオが辞めないように挿絵を描かせたりするの。ミサオも吹っ切って絵に集中しようとするんだけど、ある日、先生に押し倒されてしまう。普段はお上品な先生だけどものすごく力が強い。戦闘力マックスだからな。命からがら逃げ出してきたミサオは、辞める決心をして先生の自宅兼アトリエに向かう。しかし先生は諦めない。紅茶に一服持って意識朦朧となったミサオに襲いかかる。狙った獲物は逃がさない、ハンターの鏡だな。結局ようこパイセンが邪魔をして未遂に終わったわ。でもね、レイ先生がラスボスなのは黒田福美さんの女優としての演技が素晴らしいからに尽きるわ。上品なのに端々に感情がダダ漏れちゃう感じとか。画像からも伝わってくるがぜひ映像で見たい。でも今回はなかなか楽しませてもらったぜ。また楽しい特集をしたいわ。ヤンデレすぎる。メンヘラなドラマ4000をゆっくり解説。ああ、今日はなんだか上がらないわー。なんていうのかしらね。体調は悪いし、外に出た方がいいのはわかってるんだけど、そういう気分にもなれないし。おいおい、最近つぶやいたことといえばもう嫌だくらいしかないんだけど、私、どうしたんだろう。教えてあげよう。霊夢、君は立派なメンヘラとなっているぞ。メンヘラって失礼ね。私、地雷とかピエンとか言わないし。マリサ、私のことそんな風に見てたんだ。マジでやむ。見事なメンヘラ具合だな。わかったわかった。じゃあ、他のメンヘラな人の話を聞いて自分に共通点がないかどうか確認してみたらどうだ？いいわよ。私がメンヘラじゃないって証明してあげるわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ねえ、メンヘラな人の話を聞かせてくれるって言ったけど、実際に私はメンヘラですって手を挙げてる人なんているの？それが問題なんだよ。実際に本人から話を聞ければいいんだけど、そんな都合よくいないからな。だから今回は、メンヘラたちが登場するドラマを紹介しようと思うぞ。なんだ、結局創作じゃない？いやいや、あながちそうでもないんだぞ。と言いますと、中には、視聴者アンケートを参考にしたリアルドラマもあるんだ。制作者の熱意がすごいわね。本題に入る前に、まずはメンヘラの特徴について話をしておこう。私独自に調べたところによると、メンタルに何らかの問題を抱えている人がメンヘラと言われており、かまってちゃんやネガティブすぎる、理性よりも感情で動く、という人が該当するようだな。ふん。別に私はかまってちゃんでもないし、ネガティブでもないから、全く当てはまらないわね。他にも SNS 更新頻度が多い、体調不良のアピールなんてものもあるけど。まあそれは置いといて、そんなメンヘラたちが登場するドラマが放送されると、怖いもの見たさからなのか、それはそれはバズることが多いんだ。誰しもメンヘラ気質を持っているってことよ。よって、メンヘラでも別にいいってことね。メンヘラ万歳。メンヘラ最高。メンヘラ霊夢はひとまず置いておいて、話を進めよう。最初に紹介するメンヘラなドラマは、昼顔、平日午後3時の恋人たちだ。そのドラマ知ってるわ。当時、昼顔妻って言葉を聞かない日はなかったし、私もドキドキしながら見てたもん。そうだよな、昼のワイドショーでよく特集を組んでたよな。そんな昼顔は、フランスとイタリアが合同で作成した映画をオマージュしていて、2014年7月から9月まで放送されていたんだ。出演者は上戸彩さん、吉瀬美智子さん、斉藤匠さん、北村和樹さんという、
色気が滲み出すぎちゃってる人たちが演じているんだ。私はバッチリ色気に当てられた視聴者の一人よ。簡単にストーリーを説明すると、平凡に暮らす主婦が、不倫を一つの危険な遊びとして楽しんでいる人物に出会い、はじめは否定をしつつも、気がつけば自分も不倫沼にはまっていき、行き着く先は天国か地獄かってやつだったわね。マジで昼顔にはまってたんだな。当たり前じゃない。でも、特別メンヘラな登場人物っていたかしら？このドラマ自体がメンヘラだからな。その中でも、特に際立ったメンヘラが、主人公の不倫相手の奥さんだ。伊藤歩美さんが演じていたわね。旦那が浮気をしているかもと疑心暗鬼になった時には、まさか、浮気なんかしてないよね。そんなことしたら私、つからね相手の女、と、真顔でつぶやいたり、され妻からの牽制ね。旦那が不倫をしていると確信を持った途端、主人公と旦那を前にして、不倫なんて、軽蔑されちゃいますよね。と、自分が過去にしていた行為を自白するような発言をして、実際は当事者二人を揺さぶる、といったことをしたんだ。女の逆襲って恐ろしいわ。ドラマの最終回では、主人公のメンヘラも開花しており、不倫相手への気持ちを自分では抑えられないからと、自宅に火をつけて法的に止めてもらおうとするといった強行に出たんだ。いくつになっても幼さが残る上戸彩さんが演じたから、そのギャップもメンヘラを際立てたわよね。他にもたくさんのメンヘラ要素が散りばめられているから、気になった人は調べてみるといいぞ。DVD も発売されてるわよ。二つ目に紹介するメンヘラなドラマは、不機嫌な果実だ。このドラマは小説が原作となっていて、実は二度もドラマ化されている。とても人気のある作品なんだ。小説を忠実に映像化したのね。では、ざっくりとストーリーを説明しよう。結婚して5年が経つ主人公、いつの間にか旦那に相手にされなくなった寂しさを紛らわすため、独身時代の不倫相手や、偶然出会った音楽評論家の男性と不倫を重ねていき、行き着く先は天国か地獄か。霊夢、それ好きだな。原作小説や1回目のドラマもそんな感じで話は進むんだが、実は結末がどれも違うってところが、このドラマの特徴なんだ。結末が違うならどの作品を見ても楽しめるってことじゃない？控えめに言っても最高ね。ここで紹介するのは2016年にドラマ化された方で、出演者は栗山千明さん、市原隼人さん、高梨臨さん、橋本まなみさん、鳴宮ひろきさん、稲垣吾郎さんといった、実力派俳優さんばかりが演じているぞ。ストーリーが面白いだけじゃなくて、美男美女ばかりで目の保養にもなって、最高どころか極上ドラマの完成じゃない。そんな極上ドラマだが、メンヘラ要素も極上を取り揃えているぞ。不機嫌な果実のメンヘラと言ったら、まずは主人公の旦那を忘れてはいけないだろう。浮気をされた旦那ってことでしょ？元スマップの稲垣吾郎さんが演じていたわね。この旦那は、嫉妬深く、超潔癖症、ママ大好き、でも妻には冷たいと言った。不倫されてもしょうがないと思わされるほどのヤバい旦那なんだ。メンヘラの匂いがしっかりとするわね。ある時、主人公である妻が不倫相手とのお泊まりから帰ってくると、自宅で待ち構えていたこの旦那は、もう家から出さないから服も靴も必要ないとハサミでチョキチョキ、うわぁ、何をしても妻の気持ちが自分に返ってこないとわかると、事故に便乗して記憶喪失と偽り、妻の善意につけ込んで引き止めようとしたり、おめでとうございます。最上級メンヘラの爵位を授けましょう。待て待て霊夢、上には上がいるもんだぞ。もう一人のサレオ、六角誠二さんだ。サレオまだいた？このサレオは、高収入の建築士、イクメン、妻を溺愛している、といった、世の奥様方が喉から欲しがるようなハイスペック人間なんだが、妻への愛情が異常すぎたんだ。ハイスペックな人から向けられる愛情なんて羨ましいわね。愛しすぎて妻のことを、したいと言われても羨ましいか？え？知らないところで下着を入念にチェックされたり、その劣化具合で不倫の状況を確かめたり、ちょっと、モデルである妻が写っている写真を、何度も何度も細かく破ってもか？もう、勘弁してください。気を取り直して、三つ目のメンヘラなドラマは、あなたのことはそれほど、だ。このドラマは2017年に放送されていて、春さん、東出雅宏さん、中里依紗さん、鈴木伸之さんが出演していたぞ。漫画が原作の不倫ドラマよね。それにしても、メンヘラなドラマって不倫ものばかりね。そりゃあ、愛を誓い合った人に裏切られたら、嫌でもメンヘラになるだろ？それに、許されない愛とやらに憧れを持つ人も少なくないから。
どうしても供給が多くなってしまうんだよ。なんだ、結局みんな欲しがりだったってことね。そんな、みんなが欲しがる不倫ドラマ、あなたのことはそれほどのストーリーだが、2番目に好きな人と結婚した主人公、実はずっと思い続けていた中学時代の同級生と、偶然再会をしてしまい、行き着く先は天国。もういいわ。気を取り直してこのドラマのメンヘラ部分なんだが、不倫に走ってしまう主人公の夫である東出昌宏さんが有名だぞ。実際に不倫をやらかした人よね。今思えば、随分と皮肉な話。不倫がスクープされた時に、東出三脚アナそれ状態、東出お前はされる側だろ、などと、ドラマから年数が経っているにもかかわらずそんなコメントが出るくらいだったから、東出さんファンの中でも結構なハマり役だったみたいだぞ。されをでは物足りず、スルオへと進化したようね。では、このドラマの中で披露されたメンヘラ行為を語らせてもらう。まずは、妻が寝言で別の男性の名前をつぶやき、その寝言の相手を確かめるべく、妻のスマホを勝手に見てしまうシーンからだ。おちおち寝言も言ってられないわね。照明の演出も相まって、ほとんど瞬きをせずにじっと画面を凝視する東出さんは、視聴者を見事なくらいドン引きさせただけではなく、妻である主人公から、不倫相手との子供を身ごもったかもと告げられた時には、あの男にはもう頼れないでしょ？大丈夫だよ。僕がみっちゃんを守るから、みっちゃん、それは僕の子だよ。僕の子供として育てるよなどと、離婚届を燃やしながら発言したりしたんだ。不倫相手との子供を身ごもってしまうような主人公もどうかと思うけど、燃える離婚届を手にしながらのそのセリフは、一種の恐怖映像よ。この時のあまりの衝撃映像に、1992年に放送されたドラマ、ずっとあなたが好きだったの冬彦さんを重ねた視聴者も少なくなかったんだ。冬彦さんって誰かしら？当時、俳優の佐野史郎さんが演じたマザコン&オタクの銀行員という役で、成人男性ながら、子供のようにした唇を出してうーなったり回転木馬に乗ったりと、想像の斜め上を突き抜けるような行動をしていたキャラクターだ。想像の斜め上を突き抜けるって意味だと、確かに同じ部類ね。だろ？それではここで霊夢に一つ質問だ。そんな手に負えないメンヘラが家族単位で身近にいたとしたら、霊夢は一体どうする？お手上げよ。でもさすがに、そんな恐怖ドラマは作らないんじゃない？やりすぎると視聴率だってついてこないわよ。2018年、TBS はやってくれたぜ。その名も、あなたには帰る家があるだ。そのドラマならよく知っているわ。大和なでしこという言葉がぴったり当てはまる木村多江さんが、見事なまでに暴走する話よね。その通り、木村多江さんの他にも、中谷美紀さん、玉木宏さん、ゆうすけさんたまりあさんも出演していて、それぞれのイメージを壊すような演技にも話題が集まったよな。このドラマのストーリーは、夫婦の役割分担に疑問を持った一人の主婦が、3ヶ月の収入が相手よりも下回った方が仕事を辞め、専業主婦になる。ということをかけて、旦那と勝負をしていくうちに、気がつけばその旦那が不倫をしてしまい、もう言わないからね。そこは言う流れだろう。いいから続きを早く。原作は長編小説となっているんだが、このドラマを制作するにあたり、もっとリアルな夫婦像を描きたかったようで、実際の主婦100人以上に、仕事と家事の両立、子育てや夫との生活について意見を調査したんだ。これが最初に言っていたリアルドラマね。ということはですよ、このドラマに出てくるメンヘラも事実ってことなの？個人の受け捉え方に判断を委ねさせてくれ。では、何とも言えないメンヘラ言動を紹介しようか。木村多江さん、待ってました。主人公の夫の浮気相手役がこの木村多江さんなんだけど、ドラマ序盤は、ゆうすけさんたまりあさん演じる夫から暴言を言われても、静かに耐え忍ぶ、なんともけなげな妻だったんだが、本性は生来の魔性の女、最も手を出してはいけない女という、関わった人を不幸にしてしまう女性だったんだ。綺麗なバラにはトゲがあるっていうしね。ファンの間で語り継がれている名シーンには、主人公にはまだ不倫がバレていない段階なのに、不倫相手の好きな映画の曲を、主人公夫婦の前で悪気もなく鼻歌で歌ったり。はい、マウント女子。ドラマ後半では、不倫について開き直りすぎたがゆえに、主人公夫婦の子供にパパと私ね、とっても愛し合ってるの。だからこれからはね、私のことママって呼んでと要求する強行に出るんだ。不倫がバレることなんてお構いなし、むしろバラしたくてしょうがないって感じね。この数々の強行だが、視聴者をあまりにもドン引きさせたため、綾小路編という名前が付けられるほどだったんだぞ。
でも待って、最初に家族単位でのメンヘラって言ってたわよね。まさか、木村多江さんの配偶者であるユウスケサンタマリアさんの登場だ。この夫は妻にいい生活ができるのは誰のおかげだ？と言っちゃうような、モンスター夫なんだが、すべては不器用だからこその愛情表現であり、基本的には妻を愛しているんだ。だったらメンヘラ行動なんかしないんじゃない？妻を愛しているがゆえに、主人公家族が楽しんでいる旅行先に現れていてもか？翌朝、ジョギングで汗を流す主人公に、大切な家庭を壊したのはあんたの夫だと、詰め寄ってもか？うん、メンヘラです。ただな、この夫は他のメンヘラ夫とは違い、視聴者から愛される形で最終回を迎えたんだ。まっすぐすぎる愛で重いけど、どこか憎めないキャラクターだったものね。こんなメンヘラな私も大歓迎だわ。さて霊夢、自分自身がメンヘラかどうかわかったか？うん、私って。だろ？でも気にしなくていいんだぞ。メンヘラじゃないって再確認できたわ。だって、大事な書類を笑顔で破いたり瞬きを忘れるほど携帯を見たりしないもの。それにマウントも取るような行動もしないし、テンプレ平和主義者じゃない？紹介したメンヘラ人間を間違えたようだな。痛々しい親が登場するドラマ6選をゆっくり解説。今までも問題作をいくつか紹介してきたけど今回は毒親をテーマにドラマを紹介しようと思うの。最近は毒親をテーマにしたドラマも多いからな。特に母親と娘を取り上げたものが多い気がするぜ。子供に依存したり子供を支配したり、子供を愛せないとか。毒親って言葉を聞くようになったのは最近よね。でもそういう言葉を聞かなかっただけで昔から毒親はいるのよ。調べてみたら出るわ出るわ、もう一家に一人ペースだわ。とりあえず厳選した6本をお送りするわ。ぜひ紹介してくれ。それじゃあゆっくりしていってね。まず1本目はイグアナの娘。え、イグアナ？これは動物ものなのか？動物界にも毒親はいるのか？育児放棄とかか？違うわ、でも確かにタイトルだけ聞いたら驚くわよね。じゃあ早速紹介していくわね。よろしゃす。イグアナの娘は1996年4月15日から6月24日までテレ朝で放送されていたドラマ。原作はファンタジー漫画の教祖、萩尾元先生の同名漫画よ。萩尾元先生といえば少女漫画だよな。少女漫画でイグアナ、ネタドラマなのか？これは集計恐怖症に苦悩する母と娘の話なの。母は自分の産んだ娘がイグアナに見えてしまって愛せない。娘も自分の姿がイグアナに見えるようになってしまうのよ。そして娘を愛せない毒親がこちら。娘がイグアナに見えるのは母限定なのか？みんなの目にはこの通り可愛い菅野美穂さんに見えてるわ。でも母、ゆり子は理科が生まれた瞬間からイグアナに見えてショックを受けるのよ。確かにこの通りに見えたらショックを受けるよな。その後、妹マミが生まれてこっちは普通の子に見えるのよ。以降、母はマミだけを溺愛するのよ。妹も調子に乗って性格が暗いお姉ちゃんをうざいというわ。確か理科も自分の姿がイグアナに見えると言ってたよな。理科自身も自分の姿がイグアナにしか見えなくて苦しむのよ。母からは愛されない、一生恋もできないって絶望するわ。自分もイグアナに見えるのは辛いぜ、こんな美少女なのにな。最終回で理科は母から心中しようと言われるのよ。理科は生まれて初めて母から何かを望まれたことを嬉しく思って、お母さんが望むならと承諾するのよ。心中しようって言われて嬉しいとは。理科は最後に一度だけでいいから自分を抱きしめてほしいとお願いするの。母も理科を抱きしめようとするんだけどやっぱりイグアナにしか見えなくて理科を拒絶してしまうの。そして理科は深い絶望を味わうことになるわ。これも毒親ってことなんだろうな。ストーリーをざっくり聞いただけじゃわからないかもしれないけど、友情あり恋あり涙ありという点は普通のドラマと同じよ。最後は理科を好きでいてくれた彼氏と結婚して幸せになるわ。毒母は最後、どうなるんだ？母はある日、道で車に轢かれそうな女の子が理科に見えてとっさにかばって亡くなってしまうの。愛していないようでも理科に対して母性があったんだな。私もそう思いたいわ。葬儀で理科は母の顔がイグアナに見えるのよ。そしてこれまでの全てを許すことができるのよ。なかなか興味深いんだぜ。イグアナ題材のドラマなんて後にも先にもなさそうだからな。では2本目は N のために。2014年10月17日から12月19日まで TBS で放送されていたわ。イアミスの女王、港かなえさんの原作小説。
主要登場人物は全員 N のイニシャルがついていて、それぞれの N のための愛とミステリーのドラマ。これはすごくいいドラマだったよな。私もファンよ。でも今回は毒親紹介なので本編はまた今度。このドラマの毒親犠牲者は他にもいるんだけど、ここで紹介するのは主人公ののぞみよ。両親揃って毒親だからな。自分の幸せ優先の毒親。のぞみは社長の娘として不自由なく暮らしてきたんだけど、毒父が愛人を連れてきて家族全員家から追い出される。今まで婿養子として会社も立て直して尽くしてきたので、これから自分の稼いだ金は好きに使いたいとクズ親発言。のぞみは高校生、弟は中学生だっていうのにな。島の外れの幽霊屋敷と言われてるボロ屋に引っ越すんだよな。毒父は最低限の生活費として毎月10万円を振り込むと約束。でも綺麗でいれば父は迎えに来てくれると信じてる母は、その10万円を高級化粧品に使ってしまうのよ。これってホラーだったよな。この毒母は世間知らずのお嬢様育ちなんだよな。愛人のことは家政婦だって言い切ってたしな。私もこれすごく怖かったわ。でもこれから1ヶ月、食べていけないから父の元へ行くのよ。愛人がお金はダメだけど食べ物なら恵んであげる。その代わり土下座してと言われてのぞみは生きていくために土下座をするわ。のぞみの苦労も知らず毒母は高級アクセやコートを欲しがるんだ。翌月、のぞみは母にお金を使われないように10万分食料を買い占め一安心。でも父が帰ってくると信じてる母が夜中に食材すべて使い切り料理をしていた。しかもこの毒母、飯まず嫁なんだよな。のぞみがブチギレるたび、のぞみちゃんママを捨てんといて。のぞみはママを捨て奨学金で東京の大学へ進学。ママはというとちゃっかり他の男と再婚。誰かに依存しないと生きていけないんだろうな。これは毒父が一番悪いんだが、毒母のインパクトが強すぎたな。でもこのドラマは大好きだからいつかゆっくり解説したいわ。ぜひそうしようぜ。では次は、初めて恋をした日に読む話。2019年1月15日から3月19日まで TBS で放送されていたドラマ。原作は持田亜先生の同名連載漫画。予備高校主役のフカキョンが横浜流星さん演じる高校生のゆりゆりと初めて恋をするストーリーだったな。年の差、なんと16歳。中村智也さん、長山健人さんからも愛されモテ期到来。でも今回は毒親シリーズだからイケメン封印ってことで。今回は学歴中の毒母。純子は幼い頃から母に東大に入ることだけを期待され、常にトップを独走してきたのに東大受験に失敗。受験、就職に失敗、結婚もしない娘を恥だと思っている。おかげで32歳まで生きてきて恋愛偏差値は最低値。唯一の癒しは愛犬のトロロだけ。でも確か純子の父は東大卒だけど、母は違ったよな。どこかのお嬢様次第卒で、純子父の家系は東大卒揃い。コンプレックスなのか圧力なのか使命なのか？でもものすごく世間体を気にするタイプの毒母。結婚だけは成功して、とか予備校講師なんて恥とかね。こういう学歴とか肩書きにこだわる人って結構いるな。ゆりゆりが東大に合格したら二人を認めるんだろうか？超年下なんて世間体が、とか言いそうだけどな。でもゆりゆりのお父さんは文部省の高級官僚だから肩書き大好き。世間体至上主義の毒母は喜ぶんじゃない？それな。では次は、37度5分の涙。原作は椎名千佳先生の同名連載漫画。タイトルの37度5分とは？この37度5分というのは子供を保育園に預けることができる体温のボーダーライン。主人公の桃子はそういう保育園で預かってもらえない子供の家に訪問してお世話をする病児保育士。親にとってそれはありがたいよな。でも親もくせ者揃いで毒親もいっぱい。桃子はその毒親たちに立ち向かっていくのか？それもあるんだけど、桃子本人も毒親の被害者なのよ。毒母は兄姉だけを溺愛して桃子はネグレクト状態。母が正しいと思う兄弟と3人から逆されていた桃子は幼少期から今に至るまでうまく笑うことができないのよ。被害は重傷だな。桃子は6年前に家を出て実家とは絶縁状態。保育士の仕事をしながら子供の笑顔に触れるうちに自信を取り戻していくの。毒親の呪縛から解放される第一歩はまず家を出ることだ。保育士として頑張ってトラウマを克服してほしいんだぜ。そう思ったのもつかの間、毒母の魔の手が桃子に迫る。桃子の父が倒れて、毒母は介護をさせるため桃子を探しまくるの。
こちらが介護要員絶賛募集中のドクハハ。自分が介護すればいいじゃないか。桃子を探し当てたドクハハは兄と結託して勝手に保育園に退職届を出して実家に戻そうと躍起。桃子は過去の呪縛から母に逆らうことができない。家は裕福だから方法はいくらでもあるのに母は桃子に介護させることに必要なまでにこだわるの。なぜだ？桃子を逆してた理由でもあって最後にわかるんだけど、母が桃子を妊娠中に父が不倫をしてたのよ。毒母は桃子さえいなければって憎むようになったの。はぁ、桃子にとってはいい迷惑な話なんだぜ。その父も亡くなり、最後に毒母は兄姉からも見放される。桃子も毒母と決別して幸せになるわ。毒母は今後、自分の介護をしてくれる人を探さないとな。では次は明日の約束。2017年10月17日から12月19日までフジテレビで放送されたドラマ、福田真澄さんのモンスターマザーというノンフィクション小説がベースになってるわ。このドラマはうっかり見逃してしまったが、仲間由紀恵さんがモンペ毒親でスクールカウンセラーの井上真央さんと対決するんじゃなかったか。仲間由紀恵さんが演じる毒母の息子が謎を残して自する。毒母だと自覚がない仲間さんは学校に全責任を追及。クラスや部活でも目があったことが分かって、事件も次々に起こってミステリーな展開になるわ。ということは今回の毒親は仲間由紀恵さんだな。そう思うでしょ？え、違うのか？仲間由紀恵さんは毒親確定だし、他の保護者の中にもいるけど、今回紹介するのは主人公、日向の母親よ。よく話題になる毒親はこのタイプが多いと思うわ。子供を自分の思い通りに支配したい毒親。ドラマの中ではどんな毒親ぶりなんだ？ママの言う通りに生きなさい。本もおもちゃもお友達も全部ママが選んであげる。と言われ、漫画やおもちゃは捨てさせられるし、ママが気に入らないお友達は返されちゃうか干渉モンスター。やばいな、なんか陰険な匂いがするぜ。日向は小学生から強制的に毒母と交換日記をさせられて、明日の約束というタイトルのもと、毎回ダメだし。ママがいいと言ったお友達以外とは遊ばない。ママに口答えをしない。ママをイライラさせない。ママは日向が大好きです。うわわ、怖。まだまだあるわよ。ママの言うことを疑わない。ママは日向が大好きです。日向はママを一生愛し続ける。ママは日向が大好きです。毎回この、ママは日向が大好きです、で締められてる。これがものすごく怖い。DV 男の常套手段みたいだよな。お年頃になってもブラを買ってもらうこともできなくて女ぶって気持ち悪いと言われ、大人になって彼氏の存在がバレた時はいやらしい、ママに隠れてこそこそ恋人作ってと激怒。さらにそんなことやってるから正当時させちゃうのよ。自分が気に入らないと感情的に傷つけるわけか。私の母は人を傷つける天才って言ってる通り。でもこの毒母は親子関係は良好だと思ってるのよ。日向は12歳の時に交換日記を書くことをやめていたの。でもラストで29歳になった日向が決別の返事を書くわ。なんて書いたんだ？ずっとお母さんのためだけに生きることはできません。明日の約束、私は私のために生きていきます、って。でも毒母は最後まで自分を曲げることはなかったわ。日向の明るい未来を祈ってるぜ。胸クソ悪い話が続いたから、最後は明るめに過保護の過保護。2017年7月12日から9月13日まで日本テレビで放送。脚本はヒットメーカーの湯川和彦さんよ。これは毒親がテーマだけどコメディーだから笑ってみれたよな。ママは毒親だけど過保護もママに丸投げ体質だったしね。タイトル通り過保護に育てられた過保護はママとも仲良し。毎朝、ママに服を選んでもらいお弁当を作ってもらう。夜は二人で過保護の成長記録の DVD 鑑賞がお約束。そしてパパは空気。しかし、麦野くんというすんばらしい彼に恋をして過保護は生まれて初めてママに反発。最後はしぶしぶだけどママも折れたしな。これはめでたしだったぜ。そうね、次回は紹介しきれなかった毒親を紹介するわ。今回よりハードな毒親が登場するわ。楽しみにしてるぜ。ひどすぎる猛毒親ドラマ4000をゆっくり解説。前回は毒親をテーマにドラマを紹介したわよね。なかなか興味深かったな。あんなに毒親がいるとは思わなかったぜ。概要欄に毒親ドラマについての動画のリンクを貼っておくから、まだ見ていないという方はぜひ見てくれ。今回紹介したいのは、
毒親よりひどい猛毒親が出てくるドラマ、もう己のことしか考えていない奴らよ。猛毒レベルとはパワーアップしてきたな。ぜひ紹介してくれ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まず一本目は、白夜行、2006年1月12日から3月23日まで TBS で放送されていたわ。猛毒親のせいで幸せになることを許されなかった二人の物語。この主人公たちは毒親のせいで思い切り人生を狂わされたよな。確かにこの二人の親はどっちも猛毒親だぜ。原作は東野圭吾さんで、白夜行は代表作ね。舞台化、映画化もされた人気作品で韓国でも映画化されたほどよ。でもやっぱり、白夜行といえばドラマ版だな。猛毒親の犠牲になるのはこの二人、ユキホとヨウジ。この子役の子たちも演技が上手くて泣かせてくれた。そして猛毒親がこいつらよ。ヨウジの父で質店を経営する桐原洋介と、ユキホの母で母子家庭の上多額の借金がある西本文よ。ドラマとはいえ、この二人を見るとムカムカするぜ。小学5年生のヨウジは初恋の少女、ユキホを偶然見かける。後をつけて建設中のビルに入っていくと、自分の父が裸のユキホの写真を撮っていた。ヨウジは持っていたハサミでとっさに父を刺してしまう。そして父は帰らぬ人になる。ユキホはヨウジからハサミを取り上げて、やったのは、私だよ。っていうのは名シーン。母親が娘のユキホのことを売っていたのよね。こいつら本当にクズよ。ユキホは母親が泥酔したところで、証拠のハサミを握らせてガス栓をひねるのよ。心中に見せかけてユキホだけが生き残るんだったな。そしてヨウジ父の犯人は、ユキホの母ということで決着するんだ。ユキホとヨウジは、二人だけの秘密を共有して強い絆で結ばれる。でも世間的には、二人は被害者の息子と加害者の娘。誰にもわからないようにこっそりと会うのよ。でもそれは長くは続かず二人は離れ離れになる。確か高校生の時に再会するんだったな。ここからドラマが一気に加速するぜ。ユキホとヨウジの周囲で、不可解な事件が起こり始める。二人の過去に近づいた者たちを手にかけ、犯罪を重ねていく。ヨウジはユキホを守るために、どんどん手を汚していく。またユキホも、違法な手を使ってヨウジを守ろうとする。二人はあの日から自分たちが歩いてきたのは、ずっと夜だったと感じて生きてきたんだよな。でもヨウジは、ユキホという偽物の太陽が道を照らしてくれたと。ユキホは、ヨウジが自分の身を焦がして明るく照らしてくれたと。これが白夜行、お互いを守るために罪を重ねてしまうんだけど、二人の願いは、太陽の下で手を繋いで歩きたい。ただそれだけだったのよ。ヨウジとユキホの、なあ、ユキホ。ねえ、よう、で始まるナレーションは、涙なくしては聞けなかった思い出だ。では2本目は、永遠の子。これはどんなドラマなんだ？永遠の子は2000年4月10日から6月26日まで、日本テレビで放送されていたドラマ。天童新さんのミステリー小説が原作で、このミステリーがすごい、の1位にもなった作品。すごいな。タイトルからして重いものを感じるぜ。これはどんな猛毒親が出てくるんだ？まずは、猛毒親たちの犠牲になった子供たちから紹介するわ。12歳の結城、モール、ジラフの3人は親からの逆で恐怖症を患って、瀬戸内海の精神病棟の院内学級で出会うのよ。結城はともかく、モール、ジラフというのはあだ名か？モールはモグラの意味で、暗い場所が怖いから、毒母は男遊びが盛んで、いつも違う男を連れ込んでいたの。それでずっと押し入れに閉じ込められていたのよ。父親は不明でほぼネグレクト状態ね。ネグレクトも立派な逆だからな。ジラフは、体中のタバコの火傷跡がキリンみたいだから、毒母は、姑や夫から気に入らないことを言われるたびにタバコの火を押し付けて、虐待して暴言も吐いている。優しかった父親からもやがては日常的に殴る蹴るの逆。こいつら鬼畜すぎるぜ。結城には何があったんだ？結城は毒父から性的逆を受け、口止めをされる。普段は優しい父だけど、愛情がおかしい方向に向いている。母親に SOS を出すんだけど、嘘だと一蹴されてしまう。この母親はわかっているんだけど事実を認められないの。なんなんだよ、この母親も。母は倒れてしまい、父は母に言ったんだろうと結城を責める。さらには、母にもしものことがあれば、結城のせいだと言い放つ。この親父頭おかしいだろ、みんなこんな辛い目にあって、味方もいないなんて辛すぎるぜ。だから三人は強い絆で結ばれたのよ。それぞれ毒親にされてきたことを告白して、お互いのために泣く。
モールとジラフは、ゆうきのことを救い守りたいと強く思うの。卒業登山の霧が発生した山で、ゆうきの父は滑落しなくなる。この事件がきっかけで、3人はバラバラになるわ。でも再会するんだよな。18年後に病院で偶然に看護師のゆうき、弁護士のモール、警察官のジラフが再会する。3人は再会を喜ぶけど、まだ過去に縛られて幸せではなかった。18年経っても、過去の傷は深かったということか。ゆうきは夏でも黒い長袖長ズボンと女らしい服装を避け、恋愛や結婚から逃げるように仕事に打ち込んでる。母と弟と暮らしてるけど家族はギクシャクして、弟のサトシは姉の過去に何かあったのではと探り始める。やめておいてあげてくれ。モールは性的不能になり、女性と向き合うことができない。再会した母は、若年性のアルツハイマーを患っていて、無邪気な少女のような母に、これじゃあ恨み事も言えないよ、とこぼし、愛と憎しみがせめぎ合いながら母の面倒を見るわ。なんか救われないよな。ジラフは、18年前におじさん夫婦の養子になって育ったの。このおじさん夫婦が超優しい人たちで、これが唯一の救い。ナオコという恋人が妊娠するんだけど、自分の子供を産むことを絶対に許そうとはしない。愛されずに育ったから不安なのか。そんな3人の周りで事件が起こり始める。過去と現在が交互に進行して、現代で起こった事件と、ゆうきの父は事故だったのか、それとも事件だったのかという謎を交えたミステリーが描かれていくわ。3人は無関係というわけではなさそうだな。そうね、でも3人とも、自分は生きていていいのか、っていう自己否定をずっと抱えながら生きていた。それは、母親から愛されずに育ったことが大きく関係している。このドラマでは、生きていていいんだよ、というメッセージを投げかけているわ。確実に泣くドラマだな。では3本目は、ゼニゲバ。ゼニゲバは、2009年1月17日から3月14日まで、日本テレビで放送されていたドラマよ。原作は、少年サンデーに連載されていた、ジョージ秋山先生の漫画。これもとても重たく闇深いドラマだわ。タイトルもすごいインパクトだよな。風太郎は貧乏だけど、優しいお母さんとの暮らしは幸せだった。小学生ながら新聞配達のアルバイトをして、病弱な母を助ける優しい子だったのよ。そんな風太郎を、金のためなら何でもするずら、というゼニゲバにしてしまったのが今回の猛毒親、父の蒲郡健三。あれ、この人さっきのドラマじゃかわいそうな人だったけど、それくらい椎名桔平さんの芝居の幅が広いってことよ。永遠の子、のジラフはかわいそうだったけど、こっちは思い切り憎たらしいわ。毒親被害者役から毒親役とは無楽だな。こいつは会社を解雇されてから、酒を煽り DV を繰り返すっていう、絵に描いたようなろくでなし。妻が病気の体でフラフラになって稼いだパート代も、風太郎の新聞配達のお金も全部持っていってしまうのよ。テンプレなクズだな。母は無理を重ねてお金がなく、治療を受けることも薬を買うこともできずなくなるの。母は風太郎に心配かけまいと、薬を飲んだふりをしていたけど、ずっと通院していなかったことを医者の話から知るのね。全部毒父のせいじゃないか。絶望した風太郎は貧困を恨み、金のためなら何でもすると誓う。十数年後、風太郎は贅沢も人付き合いもせず、金にだけ執着する。風太郎の目の大きな傷も毒父の仕業なのか？そう、子供の頃、毒父に突き飛ばされて左目に大きな傷がある。みんな不気味がって寄りつかないから、余計に孤独になるわ。でも風太郎が、三国造船に工場派遣されたことで物語は動く。銭の匂いを嗅ぎつけたんずら。三国家の長女、緑が運転する車にわざとぶつかり接点を作る。次女の茜は、顔にあざがあり足が不自由で誰にも心を開かないが、うまく立ち回り茜の信頼と愛情を勝ち得ていくわ。裏では自分に邪魔な人間を、ためらいもなくて見かけ消していく。そこまで落ちちゃったのか。もうあの頃の風太郎はいないわ。そして茜と結婚して、三国造船の社長にまで上り詰めるの。それを知った毒父は、風太郎にしつこく付きまとうようになるわ。やっぱりな、絶対そう来ると思ったぜ。風太郎の悪事も知っていて、ゆすりにかかる。毒父は10億と引き換えなら、この世から消えてもいいといい。風太郎はあっさり10億を払う。でも所詮は小悪党の庶民に、10億なんて大金は使い道もなくて、怖くなってお金を返しに来る。しょぼ。成功をつかんだ風太郎はどうなるんだ？変わるのか？お金が全てというスタンスは、最後まで変わることはないわ。最初から破滅に向かっていて、悲しいラストを遂げるわ。
父が毒親じゃなければ、違った人生を歩めたはずで、幸せな夢のシーンが描かれるんだけど、それが一層悲しかったわ。なんだか切なくて虚しいドラマだが気になるぜ。ではラストは全国民が泣いた、マザー。もう泣いてもいいか。紹介するからもうちょっと待って。マザーは2010年4月14日から6月23日まで日本テレビで放送されていたドラマ。芦田愛菜ちゃんの可愛さと演技力に、すべて持っていかれたこのドラマだけど、この母親も十分に毒親よ。おお、そういえばそうだったな。瞳も初めの頃は、新ママとして頑張っていた時期もあるけど、彼氏のマサトと付き合うようになってネグレクトが始まる。食事もまともに与えられないで、毎日500円だけ持たせて夜遅くまで家に帰ってくるなと外に放置、ここ冬の北海道なのよ。でもこの子は、泣いたりわめいたりしないで、自分の世界観を持つことでささやかな幸せを感じてるんだよな。好きなものの音に、自分の好きなものを書いていくんだったな。そう、ハムスターを大切に育てて可愛がったりね。でもそのハムスターも毒母に捨てられてしまうのよ。ある日、彼氏のマサトがレナに口紅を塗っているところを目撃した瞳はブチギレ、レナを叩き、ゴミ袋に入れて外に放置。娘に対して女として嫉妬したんだよな。でももうこれは、逆、なんてもんじゃないよな。この日は雪が降るすごい寒い日で、ゴミ袋に入れて放置なんてどうなるかわかるはずなんだぜ。時代的なものもあって、派手な逆、シーンはないんだけど前の3作品に比べて、やってることは一番えげつなかったりする。3人のナオがレナを発見救出してくれなかったら、最悪の結果になってた。その後誘拐しちゃうことがいいかどうかは別だけど、でも毒母は行方不明の娘の心配より、自分の逆、がバレることの方が心配なんだからどうしようもないんだぜ。誘拐はいけないことだけど、あんな毒母と暮らすよりは一時でもナオと親子でいたことは幸せだと思うぜ。お母さん、もう一回誘拐して、って電話するくらいだものね。やめれ、私の涙腺を崩壊させるな。涙腺崩壊といえば、こちらのうっかりさんも忘れちゃいけない。毒母より、ナオやうっかりさんの方がよっぽど愛情深い。でも毒母は、誘拐されたって言ってナオを告訴したんだよな。でも結局、毒母も逆、容疑で逮捕されたわね。ナオは未成年略取で逮捕されて、20歳までは会うことができないんだけど、マナちゃんが20歳になったら続編を放送してほしいわ。ぜひぜひお願いしたいな。今回紹介したドラマ以外にも、猛毒親はたくさんいるわ。野島ドラマには漏れなくいる印象だぜ。高校教師の近親相、下眉の父とか、リップスティックの男依存する真っ白の母親とか、家なき子、なんかは毒親宝庫だな。そしてここに出てくる毒親たちは、漏れなく金の亡者ね。まずは主人公鈴の父、相沢さとし。担任片島の婚約者、秋子の母玲子も毒親よ。鈴が預けられるそのだけのおばさんも毒親。二つの顔を持つ男、木崎和幸も毒親。千穂の養父と養母も、血は繋がってないとはいえ、小村家の人間も毒親だったよな。そして忘れちゃいけない、このドラマのラスボス、一条財閥当主にして猛毒親の一条泰造。溺愛する娘、さゆりを近親相。二人だけのワールド構築中。ずっとあなたが好きだったは誰もが知ってる国民的毒親と国民的マザコンだな。そして桂田親子が強烈すぎてスルーされがちだが、美和の父も十分な毒親であることを忘れないでほしいぜ。この4作品は概要欄に動画のリンクを貼っておくから、まだ見ていないという方はぜひ見てね。実はまだ毒親を紹介したいので、次回作を楽しみにしてね。楽しみにしてるぜ。それじゃあ、また見てね。